ギャー兄ちゃん、ずいぶんセクシーな格好だね。流行りのマイクロビキニってやつか。そこまで見せてるならもう隠さなくても一緒だろ。うる、おっぱい見せろよ、おっぱい。話せ、ゲロども。派手に動け。服さえ着ていればこやつらなど一撃なのじゃが。立ちました。戦力回避、フラグちゃん。ない、ないぞ。置いておいたはずの着替えがない。あれ、そんな格好でどうしたの、天使ナンバー11。見るな、このゴミが。ゴミ？実は着替えが見当たらなくてな。はあ、それなら洗濯中だよな。廊下に落ちていたから他のと一緒に洗濯機に入れちゃったけど、まずかったかい？この薄のる目。サメサメ。ライトノベル発売中じゃ。服の代わり。まあ仕方あるまい。洗濯が終わるまでゆっくり待つとしよう。立っておるな。もうおめえ、なぜこのような時に限って生存フラグを立てるのじゃ。何か服の代わりになりそうなものは？あ、いや、これはさすがに。セリハラは変えられん。こちらのサメ、遺伝子組み換えやらサイボーグ化やら、とにかく科学技術の粋を集めた激ヤバシャークでございます。ぜひお近くでご覧ください。へー、激ヤバシャーク気になる。でも近寄るのやめとこ、なんか危なそうだし。立ったぞ、生存フラグさん。どう考えても怪しい改造ザメから距離を置くのは孫うことなき生存フラグ。何？まずい、このままでは。うえー、生存フラグさんの服が溶けてる。ダブルで大ピンチ。生存フラグさん安心して、俺は生存フラグさんにそういう趣味があっても全然引かない。ていうかむしろオールオッケー。ちょうだいちょうだい、そういうのもっとちょうだい。人を露出狂のように言うでない。こちらを見るんだ。動けん。ご来場の皆様、サメが脱走しようとしております。大変危険ですので速やかにお逃げください。いや、なんかやばそう。こうしてもいられん。ここから出るぞ。ここまで来れば大丈夫かな。水槽に近づいていたら今頃は頭から食われておったぞ。危なかった。よし、今のうちにトイレットペーパーを巻き直して。お、水着美女。もっと近くで見ちゃおう。危険なサメが出没している時に人で賑わうビーチへ行くのは完全なる死亡フラグ。ここは死亡フラグに任せ、一旦着替えに行くのも悪くないか。やっぱやめよう。何？海辺にサメがいるかもしれないし。立ったぞ。サメがいるかもしれぬとき、海辺から距離を置くのは生存フラグさ。うわ、本当だ。いきなり天気悪。すごい風だな。さっきサメが風で飛んでたらしいわよ。空から降ってくるかもしれないな。空からサメって D 級映画じゃあるまいし。よし、今度こそ死亡フラグで引き継ぎよ。でもまあ念のため屋内に入っておこうかな。なんじゃと。立ったぞ。嵐が来ている時に屋内へ避難するのは生存フラグじゃ。ひえ、本当にサメ降ってんじゃん。中に入っといてよかった。サメイメサイム、サメイメサイム、我らの呼び声に応えよ。サメの魔王よ、我らに富を与えよ。具体的に言うと、女にモテモテ、億万長者、高身長、イケメン、イケボ、チャンネル登録者1000万。ちょ、チャンネル登録者数1000万。なに、何の儀式？俺もモテモテになりたい。これは明らかな死亡フラグ。儀式に参加したが最後、召喚されたサメに食われるやつじゃな。へぇ、なに、全てを混沌に陥れる魔王か。でもやっぱりいや、なんか危なそうだし。なに？じゃあね、クロローブさん。立ったぞ。連続生存フラグ？もうごめん、なぜこういう時に限って。生存フラグさん、服が溶けかかってるけど大丈夫？大丈夫なわけなかろう。モブを、ここでおとなしくしておれ。一歩も動くな。わしは今すぐ服を着替えて。ギャー兄ちゃん、ずいぶんセクシーな格好だね。流行りのマイクロビキニってやつか。そこまで見せてるならもう隠さなくても一緒だろ。うる、おっぱい見せろよ、おっぱい。話せ、ゲロども。派手に動け。服さえ着ていればこやつらなど一撃なるじゃが。生存フラグさん、
やめろよお前ら、生存フラグさんが嫌がってるだろ。なんで邪魔だぞてめえ。ブヘーモボ、ほらこれでどうだ。おいおい、いつからここはヌーディストビーチになったんだ。その格好のまま俺たちとデートしてくれよ巨乳の姉ちゃん。生存フラグさん、これを。これはないよりはマシだろ。それを着て大暴れしてよ生存フラグさん。立ったぞモブオ、今日の貴様は随分とわしに仕事をさせたがるな。さて覚悟はできておるな。お助け、サメの餌にでもなって出直してこい。一件落着、今回はなかなか首相じゃったぞモブオ。本当？照れるな。モブオよ、今何を考えているか言ってみよう。いやー、すっぽんぽんもいいけど、濡れすけセクシーおっぱいも捨てがたいかもしれないな。製造フラグさんを濡れさせたチンピラたちに感謝。立ちました。で、あれどうしたんですか製造フラグさん。一仕事終えてこれから帰るところじゃ。あとは任せたぞ。わかりました。そういえば神様が洗濯終わったって言ってましたよ。そうか、わかった。さあモブオさん、今日こそフラグ回収しますよ。助けて。うわー、今日も残業だ。モブオさんどうしたんですか。残業が終わらなくて死亡フラグ立ちまくりなんだよ。それならこれがおすすめです。あれ、今日は立ちましたじゃないの。今日はモブオさんにこれを教えに来たんです。てっぺんウォーズです。てっぺんってペンギンたちのゲーム。そうです、ペンギンさんたちが仲間を増やしてブラック企業ではびこるモンスターを倒すゲームなんです。ブラック企業をぶっ壊すことが目的なので、今のモブオさんにぴったりだと思います。俺もやってみようかな。皆さんもぜひダウンロードしてみてくださいね。それじゃ残業頑張ってくださいね。助けに来てくれたんじゃないの。このゲームを表紙に来ただけですから。そんな。恋愛フラグさんが間違えて私の朝食にネコナルン Z という薬を混ぜちゃったみたいで、ちなみに昨夜の食事でも間違えて生存フラグさんのに入れちゃったみたいです。それを間違いと思える貴様にわしは感心するわ。全力回避フラグちゃん、ライトノベルも発売中です。概要欄からぜひチェックしてみてくださいね。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ、ごめんってフラグ。